こんにちは。今日は2冊のエッセイのご紹介をしたいと思います。今回は あるアーティストさんが書かれたエッセイの本です。アニメの主題歌や目覚めしテレビの主題歌のテーマソングを歌えたこともあるアーティストの小松美穂さんっていう歌手の方が書かれたエッセイの紹介です。こちらのエッセイの、印刷元をご紹介しますと、本の奥付け、この本の情報が書かれたところを奥付けというんですけれども、株式会社 J6 マガジン社さんが書かれています。ちなみに、こちらの本は2003年に発行されました。アマゾンさんでした。詳しい詳細 の本の情報が書かれているので、またそちらをご覧くださいませ。さて、じゃあこちらの本の一部をご紹介したいと思います。すべてご紹介するとなると著作権法に触れてしまいますので、一部をご紹介します。こちら未体験ゾーンのお話をしていきたいと思います。こちらのエッセイを拝見させていただいて、これはもう近い将来、もう将来が近いという状況かもしれないなと思ったところがありました。その部分を朗読してみます。お友達曰く、その酸素は NASA が宇宙飛行士さんのために開発した代物だそうで、体験した友達の知人は装置ごと買ってしまおうかと思っているんだけど、くらい絶賛していたとのこと。テンピュール枕に続き、 NASA って疲れている日本人の心を引きつけて離さない道具でいっぱいなんですね。これから先 NASA を紐解いていけば、日本で何が流行るかが分かってくるかもしれません。新しい事業を起こそうと考えの方はぜひご研究を、と書かれています。この後セグウェイのお話につながっていくんですけども、セグウェイってこちらの本、2003年に発刊された本なので、まだ日本人にとっては身近な存在の車ではありませんでした。おそらくまだ小松美穂さんしか知らなかった新商品だったんじゃないかなと思います。もうやっと最近になって、そのセグウェイっていう車のその認知度数が高くなってきていて、最近やっと報道でも、私自身の関西で、そのセグウェイ体験ができるという、そのテレビを放送されていたので、いや、これはもう近い将来が近い状態だなって思いました。今が2016年なので、あと4年後にはオリンピックです。そのオリンピックのまでには、もしかしたら皆さんご覧になるかもしれないですね。例えば、セグウェイっていうのは一輪の自動車かな、その、もう全自動で動く近未来型の車だそうです。こちらがそのいろんなエッセイと、お写真も織り交ぜられた本のご紹介でした。で、2の方もご紹介したいと思います。2の方はそうですね、同じく本のお小遣いを確認してみますと、こちらは2006年、先ほどの1の方が2003年だったので、その3年後に出されたエッセイ本です。こちらも
アマゾンさんでの取り扱いがあるのではないかと思います。まあ、またまたこちらの本は、またすごいことが、すごいことっていうか、本当に私自身の、ことを言ってるような姿勢もありながら、あとはすごく延長線上でも考えさせてくれるそのエッセイなんだなって思いました。